キリマネです。皆さんこんにちは、キリマネでございます。ということで今回は久しぶりの食べる系の雑談動画を、後ろがうるさくてすいません。美味しそうな音がしますね。ん、キリちゃん待って、食べる動画、あんたダイエットしてるんじゃないの、企画でと思う方。そうなんです、私は今ダイエットをしてるんですけれども、そんなダイエット中健康を気にされてる方でも食べれるご飯を今日食べながら、私幼少期本当にすごい生活をしてきていたので、幼少期の話をしながらご飯食べていきたいと思います。なのでここに今からご飯を並べていくんやけれども、見てください皆さん、初ちゃんとがっつりブリーチ初めてして、ここまでハイトーンにしたのが人生初めてで、みんなどうですか、感想よかったら聞かせてください。ありがとうね。行ってきまーす。やばい、カメラ止めんと充電が。たらー、じゃらん、こんな感じでたくさん食べ物を準備してきたんやけれども、見て見て、このおしゃんの、あー、もうバカだわ、本当に私バカやわ、なんで傾けたんやろ。ちょっとこっそり見せるね。 iPhone の活躍ですよ、ここは。高画質の iPhone 頼むぜ。はい、ということで今回はですね、ナッシュという栄養バランスのいい食事が手軽に取れるよってご飯を食べながらやっていきたいと思います。どこまで傾けられる。おお、こんな感じ、こんな感じ、めっちゃ美味しそうじゃない、やばくない。今回企画やからいっぱい食べようと思って。うわ待って、マジでめちゃ、やば、めっちゃ美味しそう。あー、わかりました。はい、お待ちください。今日はこれを食べようと思う。このロールキャベツ、こんなん食べても247キロカロリー、これ全部でね。糖質と塩分もかなり抑えてますね。全部これ食べて360キロカロリーで、糖質がなんと20で、塩分やばくない？ 2.3。 糖質を抑えたパンとこのデザートもあります。朝食になってしまったので、こんなに食べれるかわからんけれども、白米も準備しました。でもすごくない？これならダイエット中の私もね、罪悪感なく食べれるなと思って。めっちゃタンパク質が取れるから、野菜もたくさん入ってるし、やっぱり食べながら話す。はい、ではいただきます。じゃあまずハンバーグからいただきます。で、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと待って、うわー、うーん、待って、これ優勝。私手元に10食くらいあって、いろんなの食べてて全部美味しいなと思ったけど、今日食べたこのハンバーグが一番美味しい。だから私もともとナッシュをずっと頼みたいな、もう絶対頼もう、次ダイエット決意したら絶対頼もうって思いやった時にタイアップのお話があって、なんか本当に嬉しくて、それくらい本気で気になってたんですよ、ずっと。これが60種類のメニューの中から自分が好きなメニューを選ぶことができるから、毎日食べても飽きんと思うし、夜ご飯はヘルシーに済ませたいなとか、健康なご飯食べたい、野菜取れてないっていう方とか、夜だけ頼むとか。見て、やばい、ロールキャベツ食べます。塩分こんな少ないのに、なんでちゃんと味するんやろ、なんで。ナス、うまっ。何これ、めっちゃ美味しい。塩分の野菜の味付けが全部違って、ツナ、きんぴらごぼうにツナみたいな。サイトに載ってる全部のメニューは独自の栄養価基準を全部満たしてて、冷凍で、これがね、冷凍用届くんですよ。ハンバーグやばい。冷凍保存してレンジでチンするだけで、本当に美味しい。健康食とか関係なくお店で出せそうなくらい美味しい。すごくない？こんなに食べて600キロカロリー、これ全部で。もう幼少期のエピソードいいかわーくらいあるわ。じゃあここから幼少期の話なんですけど、1年前くらいの動画でちょっと話したことがあって、私たち兄弟4人いるんやけど、一番下の妹だけがすっごい年離れてるから、ずっとこう3人で育ってきたんですね。私たち兄弟、お姉ちゃん、私、弟のこの3人はボロボロの団地にずっと高校生まで私は住んでました。当時は全然普通で当たり前って思いよったことが、友達とかに話すにつれて、それやばいよ、やばくね、それもみたいな。一応4階までエレベーターもないから、めちゃくちゃ寒いし、コンクリートだからめちゃくちゃ寒いよ。まず台所は水しか出ないので、お母さんはめっちゃ寒い真冬でもお水1本で洗い物も料理もしてましたね。当時は当たり前のように思い言ったけど、でもちろんお風呂場もシャワーがないし、お湯の温度を何度に設定とかもできないんですよ。だからめちゃくちゃ熱いお湯をこう、お湯とお水を足しながらお湯温度の調整をして、湯船に浴槽を張って、それを洗面器で取って毎回こうかぶるっていう。本当に私の家庭貧乏やったけん、お風呂入った時に髪を流す時の洗面器を使っていい回数も決められとんだよ。1回すくったらそれを10秒かけてゆっくりお湯を流して髪の毛を洗えと。トリートメントは高いからいらないっていうことで、
なかったですね。リンスがなかったです。シャンプーしか家にはありませんでした。洗顔もないからシャンプーと石鹸だけ、あの牛乳石鹸ね、あれで顔も洗え、全部体も洗えと。狭い団地の浴槽に1回溜めたお湯を家族4人でみんなでこうちょっとずつ使う。でも最後の方とかさ、お湯こんなんしかない。だからもうこんなもんさ、浅い状態でこうお湯をこうかけて、はぁ、あ、寒い寒いっていうのもね、やってましたね、真冬は。でしかもやばいのが、うちんちって鍵をかける習慣が本当になかったんですよ。人生で初めて鍵を持ったのが、一人暮らしを初めて自分家の鍵を持ちました。お母さんも家の鍵を持ってないですよ。合鍵もない。永遠に家の鍵は開いてましたね。いいや、誰も来んなや、大丈夫とか言って、うち貧乏やし取られるもんねんや、大丈夫やとか言って、お風呂のドアもぶっ壊れちょんけん、ガチャーンって閉めんとお湯が外の廊下にブシャーって飛び出るし、もうね、水道関係が結構大変やった。うちのお母さん本当にパワフルってすごいんやけど、家族全員で小が5回くらい溜まったらやっとトイレを流していいと。なんかタンクみたいなのパカッて開けて、2リットルのペットボトルをボンボンって4リットル分入れて、そうすることによって水のかさが増して、1回水流した時に少しの量で流れてくれるっていう。傘でさえ1回1回流させてくれん上に少量の水で流せよっていう。パン1個あたりタンパク質 7.8 ってどういうこと？いただきます。うまっ。パン美味しい。このハンバーグとこの組み合わせでもいいかもね。でも私たち兄弟みんなアトピー持ちだよ。だからお母さんは防腐剤が入ったものとか添加物のものは食べさせないっていう。だからさ、今思えば安い菓子パンとかラーメンとか、貧乏でお金がないんやったら、まあ、安いご飯食べさせときゃいいやんかって思うけど、お母さんは絶対そこはせんかったんですよ。全部手作りで、もう野菜野菜野菜ご飯野菜ご飯の野菜やったな。超たまにご褒美で食べ放題に行けた時があったんやけど、そういう時はその日一日何も食べさせてくれんくて、あんた今日食べ放題に行くんで、分かった、元を取るんよ、やけん今日はご飯食べちゃダメ、もうみんな家族でお腹を空かして元を取るぞっていう食事をいつもしてました。もっと食べたきよえとか言って、もうみんなお腹がもうパンパンになるまで食べて。トライアルってみんなのところにあるんかな。めちゃくちゃ安いスーパーがあるんですけど、そのスーパーのワゴンセールとかにあるようなお洋服、高校まで私は68円のパンツをずっと履いてまして、意外と安いパンツも履き心地がいいのよ。あのゴムのな、こう伸びるああいうねパンツ、うん、こういう感じだった。ちょっと一旦スイーツ挟んでいいですか？食べます。団地に住んで一番の問題が虫がマジで多いこと。美味しそう。しかもゴキブリが異常なくらいめちゃくちゃ出るんですよ。めちゃくちゃ美味しい。あれ？これはローソンですね。で、私の家の隣に幼馴染の友達が住んでたんです。私は402で、仲のいい幼馴染の友達が401に住んでたんですけど、もう団地にゴキブリが出るのはどうしようもなくて、ゴキブリホイホイをいろんなところにめちゃくちゃ置くんですよ。子供の時にさ、あっキリちゃんみたいな。で、その友達ミチカって言うんですけど、ミチカと私でゴキブリホイホイどうなったかなっつって、私ん家のゴキブリホイホイをさ、いや行くよ行くよ開けるよとか言いながらさ話して、えーとか開けたらもうゴキブリホイホイがゴキブリで埋め尽くされてるんですよ。ゴキブリホイホイがゴキブリで埋め尽くされた上にゴキブリがまたいるみたいな。だからそのゴキブリは動けるんですよ。全部ゴキブリだから逆にベタベタする部分がもうなくて、ゴキブリその上を普通に歩いてゴキブリホイホイの餌を食べていくっていう、もうわけのわかんない子をね、ゴキブリホイホイってなんだろうって思いましたもんね。毎回ゴキブリ赤ちゃんを見るたび、こうやってさ手で掴んでさ腕に這わせてみたりさ、一緒にこうやって遊んでみたり、アリのようにゴキブリ赤ちゃんと私たちは育ってきましたね。もちろんムカデもいますからね。こんなさ凄まじい生活をしてきたからこそ、こういうさいいお家に住めて、こんな静かな虫も出ないお家に住めて、好きなご飯が食べれて、でもこれはいい経験やったなってめっちゃ思ってて、一番最初から贅沢を知ってしまったら、人間って一番いい幸せないい状態を知ってしまった上で挫折して落ちていくと、どんどん人ってこうネガティブになって、あーあーやだやだってなるけど、ここから始まってだんだん自分がこうね努力していい生活になっていったり、いい経験ができて大人になっていくっていう、ここの過程がですごく良かったなって私は思ってて、まあ、経験があったからこそまっすぐに生きているんだみたいな、結果としてはなんか良かったなって思ってます。こういうああいう生活も経験できて、
そのおかげで私は虫も平気だし、何でも汚いもんも手で触れるし、いい意味でめっちゃガサツな人間にはなったけど、その分なんか気にならないですね。全然気にならない。この経験のおかげでなんか自分の性格が生きやすいなーって思う。何でもまあいっかっていう精神だったから生きやすい。本当に皆さんこういう経験ある？夏にカブトムシを飼っとって、夜中にさ、ブーンブーンって言うケース、あーもうカブトムシ外出てきたやーみたいな。飼ってる人わかると思うんやけど、虫かごにどんだけカブトムシって入れとってもなんかちょっとした隙間とかから出て外に逃げたりするよね。あーまたのカブトムシが外出たわーっつってさ、お母さんたちも電気つけてさ、もうどこ行ったカブトムシってこうやって見てさ、ゴキブリがブン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 飛びよる。2匹ブン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 、あーゴキブリだカブトムシかと思ったらゴキブリやみたいな。ゴキブリってな、縦に飛ぶわけ。こうやってね、ゴキブリってこう飛ぶ、こう羽4枚にしてこうブーンってこうやって作る。うわーゴキブリが飛びよーって言って、そしたらお母さん、いいいい、もう大丈夫大丈夫、このまま寝ようやつって、お母さん退治せず寝るんですよ。ほんとうちのお母さんが世界一大雑把じゃないかってくらい、マジで切れそうになるくらい大雑把だから、そんな母親に育てられた私たちも大雑把ですよ、兄弟揃って。という感じで今日は幼少期のエピソードをお話をしたんだけれども、話したりんからまた今度話すね。それで今日食べたこのナッシュはですね、60種類の中から自分が好きなメニューを選べるよって言ったんやけど、その60種類の中から6食、8食、10食のプランで選ぶことができます。で、毎週2商品は必ず新作、新商品が出るから、飽きることなくこの健康な商品が食べれるっていう。で、買えば買うほど永久に割引が効いて、10食プランは1食につき599円なんですけど、頼み続けていくと最終的には499円で買うことができます。コンビニのね、お弁当と変わらん値段でこっちが食べれるんやったら、私はこっちを選んで欲しいなっていうのは思いますね。本当にバランスが取れた栄養のあるご飯だから。はい、という感じで、気になった方はよかったら概要欄も見てみてチェックしてみてください。ということで最後、ということでごちそうさまでした。という感じで、私 Twitter、Instagram、TikTok、そしてウェアもやってますので、皆さんよかったらフォローよろしくお願いいたします。ということで、まさかダイエット中にご飯を食べる動画を撮れると思ってなかったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。皆さんバイバーイ。